インターネットサイトの料金が未納などと言われて60代の女性がおよそ6000万円を騙し取られました警察が特殊詐欺事件として捜査しています警察によりますと今年4月、上越市に住む60代女性の携帯電話にメールが届き女性が記載の電話番号に連絡したところ イインターネットサイトサの料金が未納などと言われましたその後も個人情報が流出し被害が出ているなどと言われ2ヶ月半の間に合わせておよそ6000万円を振り込んで騙し取られたということです。